はい、どうも。今今日あたりになってやっと風邪の治ってきた、まあアメージングメガネストライキのショーです。いつから弾いてたのかな。あ、土曜日じゃなくて日曜日か。違う、土曜日から、前の土曜日から風邪ひいてて、まあ風邪ひいたんですよ。で、まあ医者からね、医者からもう学校行けないって言われまして、まあ悪すぎてね、インフルエンザで、せっかくね、水曜日、今週の水曜日、終業式があったのに、終業式行けないまま、こうなっちまったよ。やっぱ出るもんだな。出たかったな、終業式。まあね、今ね、学校からね、学校、まあ、荷物持ってきてくれたりね、で宿題も持ってきてくれたんで今頑張ってるんだけど、なんで、まあ、動画出すわけねえじゃん。だって風邪、インフルエンザなんかね、出すわけねえ。で、今治ったから今出してます。で、まあ、タイトル見れば分かる通り、まあ、今日のニュースで、どこだっけな、大江戸温泉、日本の、を中国がパクった。しかも、大江戸温泉だったよね。で、ね、ほんと、まんまパクってる。建物もだし、看板、名前のね、大江戸温泉、まんま書いてある。で、あと、くまモンも、日本の大江戸温泉と同じままパクってるわけ。すごいわ。さすが中国だ。ね。あんだけね、あれぐらい、綺麗にパクっちゃいますよね。よくないんだよね。やっぱ許せないんだよ、本当に。中国はね、本当に。本当。中国はほんと、くっそ国だから。本当思ってるわ。前の、もっとチャンネル、アメージングメガネストライキでも中国のことをね、愚痴ってる動画あるんでね。ほんとすげえよな、中国って。そのさ、パクる技術をさ、そのぐらいの技術持ってんなら自分の国で音声作れって話なんだよね。ほんと、見てても滑稽だと思うわ、あれな。パクってのに、一切日本の大江戸温泉と関係ありませんって言ってさ。すごいと思うわ。いや、お見事ですわ、ほんと。今日はね、中国をね、滑稽にして見下す動画にしますからね。お見事ですよ、中国さ。まあね、おばあちゃんから言われてたんですけど、あんなね、悪い中国人の中にも、いい中国人いるんだよって。だから、日本をバカにしてる人と、バカにしてない人がいるんだよって言ってるんだけど、ちょっと嫌だな、それは。って、なんか全言撤回っていうか、もう嫌だわ、なんか。ほんと滑稽だと思うんだわ。ね。犬猫食うじゃん。食うんだよね。ね、中国人。足切って目玉めぬけ。足切って目ん玉くり抜いて食べてるでしょ、笑いながら。ね。最近だって PM2.5 また増えたじゃん。もっとひどいの。バカだな。お前らの国のせいだね。まあ、日本に来ちゃうのは困るけどね。
バカな国だよな。自分の国でさ、あ？最近だってさ、あのアメリカのだっけ無人機取ってさ、返さなかったって言ったじゃん。結局返したけど。うん、中国は何でもしない、自分のものにしようとしてるのね。なあ、滑稽だ。滑稽にしか思えないんだよ、そういうところがよ。はあ、なんか、何言おうとしたんだっけ、あれ。うん、中国さんよ、バカなことやめとけ、聞いてほしいわ。はい、アメージングメガネスラキのショーでした。今頑張ってるんだけど、なんで、まあ、動画出すわけねえじゃん。もうだって風邪、インフルエンザなんかね、うん、出すわけねえ。で、今治ったから今出してます。で、まあ、タイトル見れば分かる通り、まあ、今日のニュースで、どこだっけな、あの大江戸温泉、日本のを中国がパクった。しかもあのね、うん、大江戸温泉だったよね、うん、でね、ほんとまんまパクってるの。建物もだし、看板、名前のね、大江戸温泉まんま書いてあるの。であとくまモンも、もう日本の大江戸温泉と同じままパクってるわけ。すごいわ、さすが中国だね。あんだけね、あれぐらい綺麗にパクっちゃいますね。よくないんだよね、やっぱ許せないんだよ本当に、中国はね。本当に、本当本当本当、中国はほんとクソ国だから、本当思ってるわ。あの前のモトチャンネルアメージングメガネスラキルも中国のことをね、愚痴ってる動画あるんでね。ほんとすげえな中国って。そのさ、パクる技術をさ、そのぐらいの技術持ってんなら自分の国で音声作れって話なんだよね。本当に、本当見てても滑稽だと思う、あれな。あのパクってのに一切日本の大江戸温泉と関係ありませんって言ってさ、すごいと思うわ。いや、お見事ですわ、ほんと。あ、今日はね、中国をね、滑稽にして見下す動画にしますからね。あ、お見事ですよ、中国さ。あの、まあね、おばあちゃんから言われてたんですけど、あんなね、悪い中国人の中にも、いい中国人いるんだよって。だから、日本をバカにしてる人と、バカにしてない人が、いるんだよって言ってるんだけど、ちょっと嫌だなそれは。って、なんか全言撤回っていうか、もう やっぱ出るもんだな、出たかったな終業式。まあね、今ね、学校からね、あの学校、まあ、荷物持ってきてくれたりね、で宿題も持ってきてくれたんで今頑張ってるんだけど、なんで、まあ、動画出すわけねえじゃん。もうだって、風邪、インフルエンザなんかね。うん、出すわけねえ。で、今治ったから、今出してます。で、まあ、タイトル見ればわかる通り、まあ、今日のニュースで、どこだっけな、あの、大江戸温泉、日本の、を、中国が、パクった。しかも、あのね、うん、大江戸温泉だったよね。うん、で、ね、ほんと、まんまパクってるの。建物もだし、看板、名前のね、大江戸温泉、まんま書いてあるの。
で、あとくまモン、くまモンも、もう日本の大江戸温泉と同じままパクってるわけ。すごいわ、さすが中国だね。あんだけね、あれぐらい綺麗にパクっちゃいますね。よくないんだよね、やっぱ許せないんだよ本当に、中国はね。本当に本当本当本当中国は本当クソ国だから、いや本当思ってるわ。前のモトチャンネルアメージングメガネスラキルも中国のことをね愚痴ってる動画あるんでね、本当すげえな中国って。そのさ、パクる技術をさ、そのぐらいの技術持ってんなら自分の国で音声作れって話なんだよね。本当に本当見てても滑稽だと思う、あれな、あのパクってのに一切日本の大江戸温泉と関係ありませんって言ってさ、すごいと思うわ。いや、お見事ですわ、ほんと。今日はね、中国をね、滑稽にして見下す動画にしますからね。お見事ですよ、中国さ。まあね、おばあちゃんから言われてたんですけど、あんなね、悪い中国人の中にも、いい中国人、